マノッチです。ラストイニング2023やっていきましょ。9月の26日まで進めました。はい、ソフトバンク3連戦の初戦、取っていきます。んでちょっと待って、中日1位だぜ今知ったよ、中日1位だぜ。はい、んで5連勝したんだよ。でその中の5の中に日ハム3連戦も入ってて、3立てかましてんだよね。それがでかかった。あとどこだ、楽天だったかな、楽天から2連勝して日ハムで3連勝してみたいな感じで、そこがでかかったですね。だいぶ、ゲーム差的には余裕ができたかなと思います。はい、コメント読んでいきましょう。ただのスクイーズゲーやんねただスクイーズが残っててよかったなと俺はまだ思う。それでもスクイズですら点取れないってなってたら、まあ、バントの成功率だながめちゃくちゃ低い設定だったらやばかったなってのは感じるよね。3割打者が清宮くんだけなのを見て投手が強くなりすぎてると改めて思いました。大ペナしてても3割打者が1人もいないシーズンとか結構あります。で、あと清宮くんで言えば覚醒でもしたっていうのでちょっと能力見てみようか。覚醒してないですね。なんもだよパワーが2上がってるだけ。いやーっていうかあれだな、現役選手というか、まあまあラストイニングチームも言って、まあゲーム中は現役なわけだけど、うめえな能力高いなやっぱりな。三浦の無回転シュートはマジで神ってた、同学年よりね。えなんかワクワクしたよね。まあ当時のねサッカーのレベルと今のレベルだってのはもちろん全然違うのはわかるけども、当時サッカー知らないじゃん、もうみんなもう共通して知らなかったじゃん。その中でやっぱりなんだろうね、ワクワクするよな、なんか そういうすごいプレーって。森選手先発みたい、今日行きます。で足速い選手へスーパーカートリオってのでね、スクイーズゲーってことを考えたらね、やっといた方がいいかったけどもやってなかったもんね。今日行きます。全員出演達成ありがとうございます、本当に助かります。で選手特製アイテムなんですけども、一通り見て使っておきました。加山選手とかもいたな、なんかちょこちょこいて全員やっておきました。マノチさん的に新人選手誰に期待してますか。星野日の出くん、口が軽いのってどうやって直せばいいっすかね。自分は昔からずっと人に言ってはいけないようなこと、秘密や言ったら絶対怒られることなどを言ってしまうことが多いんですよね。今はまだ高校生だから許されても、これから先は本当に取り返しのつかないことになると思うんです。気をつければ治るとか言われてるんですけど、それでも治らないんですよね。まず救いなのが自分が言ってるってこと、それがまずいってことを認識してるってところだよね。救いのない人は多分それにすら気づいてないと思うんだ。だからなんかこう秘密を言ってきそうなやついたら、もう予防線としてちょっと待てと、俺口軽いぞいいのかと言っちゃえばいいと思う。だから、今できることって急に直すことっていうより予防線を張ること、それだったらなんかすぐにできる対応じゃんと思う。フリューゲルスって横浜 F マリノスの合併前ですか。その時代見てなくて。そうですね、だからねベルマーレとかもなかったよ、そういう時代、もうベルディが王者の時代。百戦錬磨の間野内さんに質問ですはい、今大学生で最近気になってる女の子がいるんですが、その人は普段女友達数人と常に固まって行動していて、男の人と一切話している様子がありません。せめてデートにまでは持ち込みたいのですが、間野内さんならどう戦略を立てますか。ちなみに僕はその人と学籍番号が近く、授業を受ける席も近いことが多いので、おそらく学内で一番その子と話している男は僕っていう感じです。あ、もう話せる場所があるのであれば LINE 交換して LINE で誘うとかでいいんじゃない。LINE だったらね、向こうの好きなタイミングで返してこれるだろうし、LINE 交換しようでいいんじゃないか。まっちゃんの件、はい、
コメンテーターが芸能活動した途端呼び捨てにするのどう思いますかとか、呼び捨てにしてるんだね、それも知らなかったけどもとか、そうね、どう思いますか、正直どうでもいいし、もういじり倒してくれよって思ってる俺は。なんか面白で言ってほしいなっていうのあるかな。仮にこれがまっちゃんが実際にやってたとしても別にどうでもいいし、まあ時代的にね、ちょっと俺がずれたこと言ってんのはわかるけど、芸能人のプライベートマジでどうでもいい。テレビの前で芸人さんだったら面白いことやってくれればいいし、俳優さんだったら なんつうのいい演技というか演技を見せてほしいしとか思うんだよね。だからそんな騒ぐなよっていうのが俺は思ってることかな。よしやりますか。はい、今日もスクイズ決めましょう。はい、森選手先発でいきます。結構ねスタミナもあるからね。で、スーパーカートリオね、まあスーパーカーかどうかは知らんけど一応一通り見た感じは、まあ盗塁能力とかも含めで言えばこの3人になった。今日厚尾行くから。横尾選手がなんかずっと調子悪いんだよね。久々でしょ厚尾出してな。こんな感じかな。そう、あのねセカンドの選手がねことごとくみんな調子崩してってさ、久々に三好選手です。はい、こんな感じでいきましょう。よし頑張るべ。いやーてか雪がひどいよ。まあ今のところねまだ雪かきに関しては、雪かきしてるっていう感覚っていうよりは運動してるっていう感覚でやってるから全然いいんだけど。第9プレーボール。あるぞ、忍者戦法発動しましょう。リプレイをご覧、左バッターボクサーには福田。第9、一塁ランナー出た、ボールを二塁へ送った、これは余裕セーフ、盗塁成功です。気をつけろよ、二人してセーフあるぞこれ。バントシフトを敷きます。なんだってスーパーが取るよ。第3球はキャッチャーへのショーフライだ。はーい、ファウルグラウンドキャッチしています。じゃあバット振らせていこうかバット振らせていこう。フルスイングが呼んでる。第9、投げました、打ちました、初球打ち、これはライトフライになった、取りました、ランナー三塁へスタートを切った。よしジャパン、なおもチャンスが続きます。さあ、ハッピーバースデーだ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアレン君。これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。さあマウンド上は1回の裏、これが1の攻撃に入ります。頑張って。三森、第9、打った、初球打ち、ピッチャー返し、抜けた、盗塁警戒だな。三森、ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。あっとヒット、なんかずるくない。なんかずるくない。俺数秒前まで俺ハッピーバースデー歌ってたよ。仕方ない、こっからだけどアイディア球使うか。いや奪三振にしたかったな。初球ストライクから第2球打ちました。あ、もう早速1点か。フライになるか、掴みました。三塁ランナーのタッチアップはどうだ。ホークス、まずは1点先制、いいな。1対0。
俺はツーアウト犠牲にしなきゃ1点取れねえのにさ、向こうワンアウトで済むんだぞ。次が7球目打ったピッチャー返し、やっちロードを使った2塁フォースアウト、あいやいやいや、よかったね、1点で済んでね。では改めて1回が終了しまして1対0、じゃ2回の表、じゃまあまあまあ1点ぐらいやったら全然なんかどうにかなりそうな気するわ。投げた低めボール球打った、牧原ダイレクトでボールを掴んで、いや今朝起きたらさ、いつの何なのか分かんない筋肉痛に襲われててさ、いつの雪かきのやつかなと思いながら、なんかついこの間3、4日前に結構ハードな雪かきはしたんだけど、それかなと思いながらさ、年だもんね、もう忘れた頃にやってくるもんな。いきなりフォアボールを与えてしまいました。バッターは6番柳町、投げた初球打ち、ピッチャー、うわーめちゃくちゃ打たれるよ。いやーなんか本当ね、奪三振ショーとかもう鼻から使っときゃよかったな。広げてしまいました、はい、第2球流し打ち、よし右へのライナー、使えば抑える、これでワンアウト、ランナーは1塁2塁変わりません。打ちました、よし取った2塁送る、うまい、セカンドフォースアウト、1塁はセーフ、1塁はセーフ、よしでよ。第3球を投げました、カイ振り逃げだ、そして今拾い直した、いいしょうがない、一発か行ってこい、もうダメな匂いしかしねえ今日、よし147キロ直球、空振り三振、ピンチを連続さ、3回の表なんやかんや1失点で済んでるから。攻撃に入ります、バッターは覚醒した男中熊、いいね、フォアボール、ストレートの送りましょうか。バッターは9番三好、第1球投げました、初球バント、うまいです、ファーストボールを取る、1塁はアウト、西川選手も送りバント行こう、うまいことセーフになってくれれば、初球送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、無理か、ファーストへアウト、惜しいね、3塁に進みました、なってくれればね、スクイズ行ったけど。第1球投げました、初球を打ちました、サード正面のゴロ、1塁へ送る、アウト、惜しいね、やっぱあれですな、先頭打者が出てくれればなんかチャンスは作りやすいな。本当にあるな、特殊コマンド使わないと押されねえな、ある程度ねケツの方にも持ってきたいからさ、よし、まあ使えば抑えれるって分かってる分まあ楽だけど、あぶねえあぶねえ、はい、森ノーアウト2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。序盤終了しまして1対0です、はい、試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは渡辺、塁出ていいよ、先はライトフライに倒れています、打ちました、引っ掛けた、どまい、サードから一塁送球、野村うまくさばいています、バッターは指名打者、はい、最初のバッターボックスはバースデーアーチかまそう、投げた、お初球を打った、レフトへの打球、いやまあまあまあ俺から見ればホームランみたいなもんだ、ランナーありません、右のバッターボックスは5番中島、はい、最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています、投げた変化球、空振り三振、厳しいね、東浜ここやられたぜ、4回の裏これから、でも俺は懲りずに行くぞ、何も使わずに行くぞ、先頭バッターは柳町、第4球を投げた、おっとごめん、これはデッドボール、いやどっかで何も使わずに抑えるイニング作んないとダメだよ、ボールを掴みました、送りバント、後半マジ絶望的になるから、ランナーは一塁変わりません、よし、空振り三振、かわせ、全くタイミングが合いません、投げました、打ちました、セカンド左、オーケー、よくやった、一塁送球、あっと送球それた、セカンドのエラーが記録されます、ピンチを広げてしまいました、まあエラー持ちだからな、しょうがないな、第9、よし、オーケー、サード右横のフライになりました、よし、よく1点で済んでんの、まあ、本当に5回の表ジャパン、アツオファイター、トップバッターは松田、通算1000打点まであと5としています、打ちました、初球ナバッチ、
まず送るか。ナイスバッティングです。バッターは7番八千、これが2度目のバッティング。さあここで監督は勝負。いやー、ここでバント成功してくれればでかいな、一発殺しっていうところも含めて。投球これから2球目、ここは振ってきた。うまいね。ピッチャーの左へ転がした一塁送球アウト。さあ一発を行くかどうかだな。送る。第9投げました。キャッチャーへの。うわー、もったいねえなー。どうしても三塁に大きかったんだよ。送りバント失敗。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第5球投げました。カットボール見送ってフォアボール。打順は1番に帰って西川。いやー、行くか。同点の場面を行こうか。さあここは監督の手腕の見せ場。いいじゃない。次が7球目、ランナー自動的にスタート。打ったんやたりだ。破ってった。レフトバックホーム。やっぱ三塁に置きたかったな。もう言ってもしょうがないけどね、これは。福田、今日は第3球を投げました。打ちました。ショートマッシュ。無理だな、難しいな。アウトです。一塁アウト。スリーアウト。しゃなし。ジャパンホークス、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは牧原、はい、まだ5回か。第2球投げた。打った。痛烈な当たり。抜けた。使っても抑えらんねえ。ソフトバンクが強い。牧原ナイスバッティングです。左バッターボックスは柳田。今日はライトへの犠牲フライト。三振。キャッチャー無理か。無理か。許します。牧原今シーズン9個目の盗塁を決めています。第6球を投げた。見逃し。このイニングでラストだね、森選手ね。今日はフォアボールと三振。オーケー、お疲れさん。なんやかんやで1点で抑えてくれたのはでかい。試合は後半2点取られた。本当ゲームオーバーだから。トップバッターは渡辺。今日はライトフライト。サードゴロ投げた。打ちました。いいね。ただ盗塁は下手っぴよ。恐ろしいぐらい下手っぴよ。ゲッツーだけは避けたいところ。うん、無理ですな。なんとかレン君にね、誕生日らしく打ってほしいね。第4球を投げた。空振り三振。うまい。バッターは5番中島。つないでくれ。ショートライナーと三振。第2球おっつけて打つ。うわアウト。ダブルプレイ。いい当たりだけどね。まあしょうがないですね。これからホークスの攻撃。一応交代。よし。森交番。おい。第3球高め。いいね。空振り三振。ナイスピッチング。バッターは7番野村。今日はファーストライナーとジャストミート。クリアヒット。ボールはセカンドへ。ほんと強えな。いやマジにマジに強い。先ほどの代打は野村。1点で済んではいるけども、ごめん、別に心から謝ってないけど。第4球を投げました。よし。見逃し三振。打順はトップに帰って三森。第4球を投げました。あーよかった。三振。ボール球で仕留めました。ジャパン。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。松尾塁でよ。先頭バッターは松田。通算1000打点まであと5としています。打ちました。いい当たり。ピッチャー。うわー惜しいな。アウト。強襲の打球で怪我を負いました。現在治療中と。痛そうだったよ。しばらくの間お待ちください。今あ強い子だね。バッターユーティリティ八千。第4球を投げました。逆らわずに右へ。野村掴んだ。アウト。野村一塁キャンパス踏んでアウト。これで2アウト。点取れる気が一切しないな。中熊今日はフォアボールとキャッチャーフライ。打ったんやたりだ。ナバーチ抜けた。中熊ナイスバッティングです。バッターは9番三好。つなげ。9投げました。初球を打ちました。三森ボールを掴んだ。一塁送球アウト。3アウトチェンジ。ライトスタンド。7回の裏ホークスラッキーセブン。あイニングまたぎ持ってる。またごバッターは牧原。今日は3番。あ全部使っちゃうか。まあいい。第9投げました。初球を打った。ピッチャー。オーケー。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは3番柳田。ここまで2打席連続三振。初球打った。ボールはライナーで左中間へ。ヒット。
まあ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 いいホームランじゃないと勝ちだ。だ一発な。いや使うわ。出てこい。この後よね、ここで一発使われたら第5球投げた打ちました取ってくれ。抜けた。うわ、うわ変えられた。二塁ランナーホームイン。ホークス1点入りました。羨ましい。俺もそんな野球がしたいです。第5球投げた打ちました。これは内野へのスライダー。ピッチャー落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。厳しい。じゃあこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは西川。投げた打った痛烈なバッチ抜けた。どうする。まあまずスモールベースボールだな。で走って、ここは監督の手腕の見せ所。忍者戦法で1点取りに行く。もう8回だもんね。第9、1塁ランナー走った、盗塁成功。いや忍者戦法じゃないな。打っていくしかないわ。ここで打って1、3塁とかなってくれればスクイズはいくけど、次の投球またも空振り。バッター追い込まれました。なんとか。第3球高め空振り三振。福田三球三振。バッターは3番渡辺。これが4度目のバッターボックス。投げた高めボールが打った。無理か。掴みました。一発いくか。一発が一番可能性高いで。さあここで監督は勝負に出ます。入れてこい頼む。第2球打ったピッチャー返し。西川選手が帰ってこれね。よし西川三塁回った。ジャパン1点返しました。和田タイムリーヒット初安打。リプレイを東浜。あーなんかずるん出てきたぞ。まあ変わりっぱのを叩こうや。まあまあ この一発はいい。第5球投げました。お熱い。ボールはレフトへ飛んでいきました。取りました。これで3アウト。8回の表が終わって8回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは野村。今日はここまで3打数1安打。変えようか。ちょっと迷ったけど、正直迷ったけどね。はい、高橋降板。うい。第2球投げました。低めボール。もうあれだよな、特殊コマンド全部使い切ってるのかな。これでワンアウト。奪三振と ID 野球はないね。第6球を投げました。外れた。フォアボール。ホークス第3バッターは9回。第3球をシュート。スタート。三振。盗塁を許します。しゃなし。バッターは特に回頑張れ。第4球を投げました。オーケー。空振り三振。ボール球で仕留めました。香山。さあここは守備を変えてくるようです。さあいよいよ最終回。この回のトップバッターは一発はたまるな。通算1000打点まであと5としています。いやー集中なり気合なりを使えなくなるな。失敗かな。それでもここでフルスイングレベル高いのを押したかった。俺は第4球を投げました。打ちました。牧原取った。一塁へ送る。アウト。どまい。これでワンアウト。ランナーはありません。ランナー一人出よう。なんとか出よう。やち誰かいねえか。あ、銀次選手いる。バッターは代打銀次。打ってくれそうじゃない。第3球153キロ直球空振り三振。銀次打ってるよな結構な。あ、ファーボールとヒットか。いや中熊くんでいこう。一発いこう。さあ試合の行方を左右する場合。勝負に出ます。第4球を投げた。打ちました。一二塁歓迎。三森ボールを取る。セカンドから一塁送球。強い。ソフトバンクが強い気がする。ただ久々にバント以外で点取ったんじゃないか俺。まあレン君アイテム確定でしょう。誕生日だしな。西川選手えぐいね。アイテム使うか。西川選手と打点上げたレン君かな。ピッチャーはなしだな今日は。はい。
アイテム、どこだ、西川選手、はい、何使うかだな。ミートちょっとあげるかミートちょっとあげよう、2あげよう、はい、うん、で、レン君パワーちょっとあげようか、2あげる、はい、うん、こんな感じで、はい、うんで、あとが楽天と日ハムだよね。楽天確かす、あ、うん、楽天がすぐそこにあるんだよね。ここだ、10月にあるんだよ。あ、もう次の楽天戦取るしかないのか。なので10月3、4、5のどっかの楽天戦取ります。5がいいかな。うん、頑張りましょう。はい、終わり、さよなら。妄想症か。